はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしていますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、さあそれでは本日はこちらですね、反復する先行、これをやっていきたいと思います。ハイプレイ。はい、それではやっていきます。おー、これはどうする、引くか、土地引くかどうかですけど、はい、サイクリング、お、土地引きましたね。まあこれでなんとかなるかな。はい、樹上の草食獣、向こうも展開が早そうだな。はい、2点ライフ支払ってターン終了。はい、草食獣、はい、サイクリング、サイクリング、はい、土地出してターン終了。まあ向こうの嫌なのは水晶壊しか。はい、ウモーリ、はい、サイクリング、はい、サイクリング、はい、サイクリング、お、土地を引かない、まずい、土地を引かない、さあドロー、土地が来たけど、はい、ターン終了。とりあえず空の粉砕と、と、空の粉砕か。とりあえず空の粉砕欲しいね。はい、渡る大津の。さあ、残りライフが14。はい、サイクリング、お、空の粉砕来ましたね。はい、サイクリング、はい、サイクリング、はい、草案の日、はい、空の粉砕、はい、ターン終了。さあこれが壊されなければ次のターンで反復する反響からの転調の先行っていう感じですかね。あ、いけそうですね。はい、サイクリング、はい、反復する反響、転調の先行、これで30点ダメージですか。はい、対戦ありがとうございました。はい、それではやっていきます。はい、7枚でキープします。さあどんどんサイクリングしていきたいところですけど、
はい、サイクリング。サイクリング。あ、なんかちょっとまずいぞ。あー、土地引かなかったね。はいはいはい。さあ、ちょっと土地をそろそろ引いてほしい。はい、土地を引いた。はい、サイクリング。はい、サイクリング。さあ、サイクリングが途切れた。どうしようかな、これ。とりあえず本体に撃っちゃうか。はい、樹上の草食獣。まあ、羽毛に出たあたりで空の粉砕で吹っ飛ばしたいですね。はい、楽園のドルイド。いや、もうここで吹っ飛ばした方がいいか。ここで吹っ飛ばそう。はい、空の粉砕。サイクリングが途切れると結構きついよね。わあ、これはきついわ。草案の日なくてもなんか普通に打てそうな感じになってきましたね。まさかの。それはそれでどうなんだっていう。あともう1マナ赤が来れば。もう草案いらんから普通に山来てほしい。あー、キングギドラね。
もうここで落とした方がいいのかな。さあ、かまなこい。さあ、残りライフが14。山こい。山じゃない。どうする、ここで次のターン回ってくるよね。はい、スターリックス。さあ、これはだいぶ展開されそうな感じですけど、さあ大丈夫かな。さあ、とりあえずいっぱい出てきますね。さあ、これで終わりだったらいいんですけど。はい、8点。残りライフ6。はい、ターンもらいます。はい、反復する反響。はい、転調の先行。さあ、これ全部で18点ですかね。はい、対戦ありがとうございました。はい、それではやっていきまーす。さあ、すごい手札だな。はい、キープします。まあ、転調の先行あったらまあまあキープでいいでしょう。はい、2点ライフ支払う。はい、サイクリング。はい、土地引かない。はい、土地を引いた。2点ライフ支払う。はい、次へ。ターン終了。はい、サイクリング。はい、サイクリング。はい、ターン終了。さあ、4点飛ばしても12点。はい、サイクリング。はい、草案の日。はい、次へ。わあ、とりあえずでも打つか。いいわ、打ったれ。で、ターン終了。サイクリング。相手すごい静かだな。全然動いてこないね。はい、土地出して。はい、転調の先行。4枚全部引きましたね。
はい、ヨムレの伏兵さあ、サイクリングカード引いてこないかな。お、いいの来ましたね。はい、サイクリング、はい、サイクリング、はい、サイクリング、これ回復するのがね、めちゃくちゃ強いところですよね。はい、サイクリング、はい、サイクリング、はい、10点、はい、対戦ありがとうございました。さあ、それではやっていきます。7枚でキープします。キツネ出していった方がいいかな、どうですか。まあ、キツネ出していきましょうか。はい、ターン終了。個人的にこのクレーターも出したいんだけどな。はい、アタック。はい、ターン終了。はい、サイクリング。どうだろうな、ショック持ってるかな。あ、持ってないね。よかった。はい、2点ライフ支払う。はい、アタック。はい、ブロックしない。はい、サイクリング。はい、サイクリング。はい、サイクリング。さあ、これはもう勝ちでしょうって。あと、店長の先行3発打てばもう勝ちっすね。で、チャンドラのとか。ああ、どうだろうね。一応とかは焼いた方がいいかな。わからんけど。で、草案の日。はい、アタック。まあ、確実に行きましょうか。はい、アナックス。さあ、これで勝ちですね。はい、対戦ありがとうございました。はい、それではやっていきます。ああ、空の粉砕と草案の火がある。まあまあ、いい手札っすね。もう天頂の光まで来た。さあ、向こうは威迫デッキですか。猫猫。はい、サイクリング。はい、土地を出して、はい、ターン終了。これ出してもよかったかな。はい、サイクリング、はい、サイクリング、
はい、2点ライフ支払ってターン終了。さあ向こうは4マナ、お、何もしてこない、なんでしょうね。はい、サイクリング、サイクリング、はい、サイクリング、はい、草案の日、はい、空の粉砕、まあ、とりあえず一発目、まあ、次のターンもまた打てるんでね。ちょっと土地引きすぎな気はしますけど、はいはいはい、土地出して、はい、サイクリング。さあ反復来てくれるといいんですけど、はい、サイクリングを来ましたね。さあこれで8の24点ですか。はい、反復する反響からの転調の先行、はい、対戦ありがとうございました。さあそれではデッキ紹介いきます。はい、反復する先行ということで、最近ランク戦で、ちょくちょくと当たるデッキなんですけども、見よう見まねで、コピーしてみました。はい、繁栄の狐が4、踏み穴のクレーターが4、ドラニスの癒し手が4、驚くべき発育が2、ドラニスの一つ者が4、血の気球が4、空の粉砕が4、草案の日が4、反復する反響が4、転調の先行が4、威圧するバンタサウルスが4、平地が5、山が7、聖なる鋳造所が4、ラウグリンのトライオームが2ということでね。まあこれはもう完全に1マナサイクリング枠って感じですね。はい、割と簡単にね、コンボ決まる。まあ、サイクリングが全部ドローになってるっていうのはあると思うんですけど、ね、あとサイクリングが全部1マナですね。基本的に繁栄の狐とかもほとんど出すことはないんですけど、まあ、たまになんか気分で出しますけど。うん、4ターン目、草案の日からの空の粉砕、5ターン目に反復する反響からの転調の先行で大体、終わりですかね。はい、まあ、そういう感じのデッキです。よかったら遊んでみてください。はい、さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、バイバイ。